中華人民共和国鉄道部は、かつて中華人民共和国国務院に属していた行政部門、鉄道行政を管轄していた。鉄道部と交通運輸部が日本の旧運輸省にあたる。日本の報道では中国鉄道省の表記も多く見られる。中華人民共和国鉄道部は2013年の全国人民代表大会で解体が決定され、 中国国家鉄路集団として生まれ変わった。ここでは、組織全般を主眼に取り扱うので、運営していた路線等については中華人民共和国の鉄道、国鉄を参照。戦争に備えて、軍隊や武器なども輸送する鉄道部は、共産中国の建国後、長い間、鉄道兵部隊を持つなど、準軍事部門の扱いを受けていた。近年、 高速鉄道の建設ラッシュに伴う、財政支出で巨大な利権ネットワークが形成され、高拓民前共産党総書記に近い党、官僚たちが道部を牛耳るようになった。2011年2月、前鉄道部長であった粒子軍が、職権乱用などを理由に解任され、同年7月には、石膏省運修士で列車脱線事故を引き起こすなど不祥事が多発する。 このために2013年3月5日から開催される全国人民代表大会で鉄道部の解体が決定された。廃止後、行政部門を国家鉄路局として交通運輸部に吸収し、実際の鉄道運行を担う営利部門などは国有資産監督管理委員会の管理下に置かれ、国有企業、中国鉄路総工士として再出発した。 12の職能詞が置かれていた。弁公長政策法規詞発展計画詞財務詞、科学技術教育詞人事詞労働、医療、衛生詞建設管理詞国際合作詞安全、観察収入局公安局警局北京、鉄路局政局成都鉄路局公鉄公衆、鉄路集団公局ハルビン鉄路局古局、夫婦ホト鉄路局済局鉄路局根局 本名鉄路局南局南州鉄路局南局南省鉄路局名局南名鉄路局青鉄製造鉄路工市場局上海鉄路局新局新用鉄路局太都市局大元鉄路局ガラス局ウルムチ鉄路局部局武漢鉄路局西局西安鉄路局帝局定州鉄路局ありがとうございます